田先生を中心とした福島学習会の第3回目ということで、徹底分析、福島原発事故、福島被爆の最大犯人は2号機、その原因はということで、お話しいただきます。まず1時間ぐらい津田先生にご講演をいただきまして、15分ぐらいの休憩を入れた後、質疑応答ということで、9時終了を目処として進めたいと思います。まず参加者の柳沢さんの方からご挨拶を。司会の方は今日はやっていただきます中村さんです。柳田の方からちょっと皆さんにお配りした今後の重要日程だけ5分ぐらい説明したいと思います。こういう7月の重要日程参加しようっていうコピーがありますね。今日が通販の全部ですが、土田です。これ今日で3回目です。でなぜこの会をするのかということを今日初めて来られた方もいらっしゃると思いますので、この会をこれからずっと続けていく計画ですが、その話なぜそういうことをするのかという話をから始めたいと思います。今日もお話しすることになりますが、事故の報告書っていうのはいっぱい出てるんですね。でいっぱい出てるのですけれども、さてこの事故は一体どんなことがあったのっていうのが全部抜きですね。こんなことは本当に珍しいことだと思います。これは日本人だからそうなんでしょうね。チェルノブイリの原発事故でもスリーマイルの原発事故でも何が起こったのかは理解できるような、そういうデータにあり、その流れなり、そういうものがしっかりと示されているのです。しかし今回ばかりは何にもないんですね。でチェルノブイリにしてもスリーマイルにしても一つの原子炉、その事故ですね。今回は4つの原子炉と4つの使用済み燃料プール、その事故なのです。したがって今までよりも8倍のデータが出てなければ何があったかわからないところはほとんど何にもないんですよ。で反原発側からも脱原発側からも何か議論があるかの、そのことについてしっかりとした考察がなされているかというと、それもない。残念なことだと思ったのです。でようやくその1年経ちまして、この本1年って丸1年ちょっと前ですけども、去年の12月に書き終えたわけですが、これを書きました。これが最初ですね。そういう意味でこの事故が何があったのかということを書かれている本は、それじゃやっぱりまずいと。で少なくともどんなことがあったのかぐらいはしっかり議論して、いろんな事実をデータを集めて、でそして向こうが出さないものもあるでしょうけども、出したものの範囲の中から考えられることをまとめ皆さんで議論して作っていきたい。でそのためにはやはりそれを研究していた私が始めるよりしょうがない。でここで私が話をします。皆さんからそうだかどうだかいろいろ考えていただいて、こんなこともあったよとか、これはこう考えた方がいいのではないかというような意見が出るようになって、そしてそれをまとめていって、福島の原発事故っていうのはこうだったのだと。それに対して多くの調査報告書は何にも言ってくれてないということをはっきり示しておきたい。でそれがそれをすることで初めて東京電力の責任が明らかになるわけです。でその話、そういうつもりでやってるということをまずお話ししたいと思います。でこの事故はどんな事故だったのかということを一つずつ考えていこうというわけですね。
で、あのこの前はあの爆発の話を2つ、3号炉の爆発と、あの第1回目は全体のアウトラインの全体総まとめにしてこんなことがあったのだという話をしましたけども、あの第2回目はあの、ね、あの 爆発の話です。水素爆発ではなかったと、一つだけ水素爆発です。残りの2つの爆発は水素爆発ではなかったと。でそれを水素爆発というあの人たち その意図、これを水素爆発にしたい人たちですね、3号機の爆発と4号機の爆発で、そういう種類のことの話をしました。今日はあのそのこの事故で一番福島県の人たちが被爆したのはの2号機の放射能だ、それがどうしてそういうことになるのかという話、要するに最大範囲は2号機被爆のですね、でその原因は一体何だったのかという話をしようと思います。だから今日から各論に入るというふうに思っていただいた方がいいと思います。1回目と2回目は総論でした。ですから爆発の話ももう一度あの各論としてやろうと思います。で2号機、それはあの実はあのあまりあの報道されていませんけど、2号機というのは3日間無事だったんです。あのつまり2号機の皆さんは思い出していただければいいと思いますけど、一番危険なのは2号機だと言って大騒ぎをの東電がして、での保安員もそんなことを言って、それから反原発の学者たちもそんなことを言って、2号機が危ないんだと。いや違いました、2号機は3日間は完全に原子炉は維持されていたのです。でそれが何らかで配管が損傷することになります。この配管の損傷との時期と、それから3号機の爆発の時期とはほぼ重なりますので、私はその3号機の爆発が原因だと思いました。しかしそれは違ってました。3号機の爆発よりもちょっと前から2号機がおかしくなったんです。で、まあ、3号機の影響でさらにのそれが進んだのかもしれませんけれども、しかしそのちょっと前に始まったのというのは今のところ分かりません。で配管が損傷したんです。配管が損傷してなかったから2号機はそれまで3日間大丈夫だったんですね。で配管の損傷して、この隔離時冷却系というのの、その ECCS が働く機能がなくなってしまいました。でそこへ持ってきて海水注入をして、この事故を拡大してしまったのです。で海水注入してその事故を本格的なものにして、その結果として福島県の人たちが大量被爆することになったという話を今日これからすることにします。で最近そこで話を少し現在の段階の話に戻しまして、東電の報告書、新聞では最終報告書と書いてますけども、最終なんかじゃありませんから、また東電はいろんな報告をしてくると思います。これを読んでみれば弁明ばかり、要するに何のために東電はこういうものを書いたのかといいますと、東電は裁判を意識しています。で裁判での被告になる、その時にその被告の答弁書と考えていただければ、答弁書が事実なんか書きますか、都合のいいことしか書かないのが被告の答弁書ですからね。従ってこんなものに事実を期待するのは間違いですが、訴訟を意識した被告の答弁書、嘘ばかり書いてあります。でそれに対して事実を突きつけて矛盾を摘発する必要があります。それをこの回でやっていきたい。続いて今度は7月5日に国会事故調査報告書というのが出ました。これは全く期待外れです。全くと言っちゃいけません。一つだけこの報告書で特徴のあるのは、後で話をしますけれども、それは後で今すればいいですね。人災だと書いてくれたことです。
人災って何だ、何を人災としたか。そうすると、津波っていうのを知ってたのに津波の対策をしなかったとかね、そういう種類の話がずっと人災として書かれているわけです。で、その人災さえなければこの事故はなかったかのようなことが書いてありますけども、確かに原因はそうなんでしょうけれども、しかしこの人災のそもそもの原因は書いてないんです。要するになぜそんなことをの東電がしたのってわけですね。津波の被害が出ると分かっていて、で津波が来たらとんでもないことになるということが分かっていて、それはこの国会事故調査報告書に書いてあるわけですけど、それに対する対策をしなかったと書いてあるわけです。なぜしなかったかが書いてないんですね。でその原因が記述がされています。それからこの事故はそれで事故になったとして、じゃあこの事故はのそれでいきなり放射能を出すことになるのという種類の話については全く書いてないんです。つまり災害が広がったのはなぜか、これは東京電力 の吉田所長さんを中心とした現地スタッフ、この人たちの間違い、要するに過失です。それが事故を拡大した。先ほど書きました3号炉の、じゃあ2号機の放射能で福島県の人たちが被爆する、この問題は全くの過失でこの被害になっているわけですね。だから人災というけれど、災害を拡大した原因は何かが書いてありません。でそれをまとめて前回と前々回にお話ししましたけれども、多重人災の原因は安全費用の節約である。お金を出すのが嫌だったから対策しなかったんです。で、これは密室の恋というわけで東京地検に告発しました。で、そのことは当然もそういうふうに言われる方はよく分かっていて、お金が不足で対策を行ったわけではないと言っているわけですが、これはごまかしで、じゃあ何ですかということです。で、その話をまたこれからよく考えていきたいと思います。それから先ほど言いました吉田所長の事故処理を誤って、吉田という人は原子力のが事故を起こした時に何をしたら一番いいのかと、何をすべきであったのかということを全く知らない人だったんですね。驚いてしまいます。その話をこれからします。つまりそれによって災害が拡大して業務上過失致死傷の犯罪ということになります。これも東京地検に告発しました。今日は告発書を持ってきませんでしたが、そのうちにその告発書および補充書で話をすることがしたいと思っております。でそこでその現在今どんなことがあるのあるかという話をしたのですけれども、そもそも事故はなぜ起こったか、事故になってしまったかということですね。で東電は津波だと言ってるわけです。地震じゃない、津波だとこう言ってるんですが、いやそんなことありません、地震なのですね。地震だと言わないようにしてるする理由は津波だからしょうがないと言ってるんですね。で津波だからしょうがないんだけど、地震対策はできてると言ってたところが地震対策ができてなかったと。でまずは鉄塔が倒れた地震で鉄塔が倒れたってわけです。これで外部電力がなくなってしまいました。そして津波が来て非常用電源もなくなったわけです。で外部電力がなくなるとどんなことになるか、これが報告書の中にちゃんと書いてないんですよ。何かと言いますと、地震で停電したために一番大きな問題は何か、計測できなくなってしまった。原子炉の中の圧力がいくらとか水位がいくらとか、そんなことが測定できなくなってしまった。これ一番大きいんですよ。要するに地震で始まったんです。津波で非常用電源もなくなったからそういうことになるのですけれども、
計測不能7時間原子炉の中の状態がまるっきり分からなくなっちゃう。で、停電したためにですね、測定したものまで消えてしまった。だから古典的にこのペン走らせて測定したの、それは紙切れ残りますからいいんですけども、ペン走らせてじゃなくてコンピューターに入れるようなやつは全部消えちゃった。何にも分からないで、その2号機の場合は7時間計測不能です。1号機も7時間計測不能、3号機に至っては15時間計測不能です。地震が午後3時ですよね、3時ちょっと前ですか。で、それからあと7時間計測できるようになったのは10時です。7時間なんですよ。この間何のことが何にも分からなかったということが、この事故の一番最初の原因、その失敗の原因ということになるのですが、1号機の場合は来月この話を、1号機と3号機の話をしますけれども、1号機の場合はその7時間の間で全て終わってたということなんですね。何にも分からない間に全て終わってしまって、で、まあ3号機の場合はそれよりももうちょっと後になりますけど、その話は来週ということにしまして、電源、2号機の場合です。7時間何も分からなかったんですけども、測定できるようになったらこの原子炉はなんだちゃんと動いてる、うまく制御できてるじゃないかということになるわけですね。それなのに2号機が一番危険だっつって東電は宣伝したのです。その意図をこれから探していきたいと思います。なぜそんなことをしたのか。3日間健全でした。原子炉の水位はこの2ページ目の図を見ていただければいいと思いますけども、原子炉の水位、1F2 と書いた左側の図の方ですが、原子炉の水位と出ています。4メートルと書いてあります。で、水位が4メートル、原子炉が水位が0というのはちょうど原子炉の一番てっぺん、それが0ということです。で、4メートルもある水をかぶっていたというわけですね。原子炉はこの全体で20メートルで、半分で、半分あって、半ポイント3つに分けるということになります。上部、それからこれが燃料部分です。それからここが制御部分の制御棒の入れる制御棒の格納するところ、引き抜いた制御棒の置くところです。で、この下に駆動装置がついて、駆動装置がついて、こういう構造になってますね。だいたい20メートルのうちの半分、10メートルのところ、それから5メートル、5メートルで下にこんなのがついてる。これが原子炉の構造なのですけれども、ここよりも4メートル上まで水があったっちわけですね。で、3. 何メートルですが、で、それということはちゃんと冷却ができていたわけです。それは事故があって7時間後に測定した。で、それが3日間維持された。で、しかし、なぜそんな、これが配管が破損して破局ということになるんですね。この図面で言えば、14日の午前の10時頃、
14日の0時と15日の0時が縦線です。でその途中が12時お昼ですね。だからそれよりも2時間くらい前からその原子炉の水位が落ちているわけです。どんどん原子炉の水位が落ちていきます。それと同時にこの落ちているのをその支えるはずのこの隔離時冷却系という一つの ECCS ですけども、それが機能しなくなったということが分かります。でこういうようにして事故は進んでいくわけですが、この事故の詳しい説の進行はもう少し後でもう一度するとしまして、で必要なものは何か、電源なんですね。で外部電力、電源、じゃあこの外部電源の回復はいつだったのか。そうしますと2号機は8日目です。3月11日に事故が始まった。3月の19日にやっと外部電源が復活した。外部電源が復活したというのは鉄塔が倒れたこと、その他で あちこちでミスの電源つながらなかったわけですけど、これをつなげるのに8日もかかった理由は何だ。瓦礫がいっぱいでしたから、そんなの理屈にならんでしょうね。そういうことも含めて東京電力ともあろうものが外部電力を原子力発電所につなぐことを8日もできなかったとはどういうことだ。これは相当問題が大きいはずです。例えば何か先ほどの班の どなたかが私に教えてくださいましたけども、鉄塔を建て直してたんだそうです。バカみたいですね。いきなりそんなのはつなぐことの方が大事なので、まずは地上波はしてつなぎゃいいじゃないですか。で地上波はしてつなぎゃだって感電の心配があります、嘘こきなさいってもう誰も通さないようにしてしっかり押さえてるわけですからね。そんなこともないわけで、地上で電線はわせればいいだけのこと。この頃配線は海の中でも配線しますからね。その上の漏電の心配なんかすること自体がナンセンスということになるんですけども、天下の東電このありさまなんですよね。じゃあまあいいでしょうと、外部電力来ないって言うなら、じゃあ内部電力非常用発電機、ディーゼル発電機復活すりゃいいと。これはちょっと無理かもしれませんね。なぜかといえば塩水かぶってしまってさ、どうしようもないんです。しかし蓄電池があるんですね。蓄電池運べばいいんです。だからなぜそれを処理しないんだ。ECCS ポンプの高圧注水系というのは直流電源で運転します。したがって直流電源を運んでくればいいんですから、ヘリコプターでも何でもいいから運んでくればいい。そうすれば直流電源が運べてきて、2号機を その高圧注水系が使えることになる。いや実はですね、この吉田っていう所長さん、高圧注水系ってのは大嫌いだったようですね。だから高圧注水系が作動してもそれすぐ切っちゃったなんてことを平気でやる人です。ところがですね、高圧注水系というのはスリーマイル島原発事故の時に切ってはならないって言ってた ESS です。あの時の教訓、運転員が勝手に ECCS を切ったから事故には大きくなってしまった。過酷な事故、そのシビアアクシデントって言いますが、それになった時は高圧中の ECCS は切ってはならない、これは教訓である。東京電力の PRC にもそれは書いてあります。ですから自分の PRC に書いていることを吉田所長は全然理解してなかった。事故が起こった時は
この高圧注水系でともかく 対策をする、原子炉が圧力が高いまま対策をするというのは原則なんです。でそれをしなかったわけですね。の代替電源としての蓄電池確保努力をしなかったんです。でそこで菅首相が登場することになる。東電は今菅が悪いって大合唱の温度を取ってます、指揮をしてる。その世の中の指揮者が全部それに引っかかって、これは反原発派の学者も含めてですけども、菅は悪い菅は悪い、もう大合唱ですよ。僕は肝悪いっていうのは、肝が悪い部分もありましたから、それは後で話をしますけども、肝は物理学者ですよ。応用物理学、物理学者とまではいかないかもしれませんが、東京工大で応用物理学を勉強した男です。原子力についても応用物理ですから勉強します。原子炉が事故を起こした時どうするかについても一応は勉強してる。でところがですね、この所長さん、この人も東京工大の出身らしいですけども、原子力工学科の出身、菅さんは応用物理の出身そうすると原子力工学科の人から見れば菅は素人だ、素人が何を言うという感覚で菅首相を扱ったようです。でなぜ菅首相が現地行かなきゃいけなかったかといえば、それは安全委員会のデタラメ委員長さんのおかげですね。あの人は何にも知らない人です。でデタラメばっかり言うんですね。で菅さんは呆れ果てて、じゃあ現地行って見てこなきゃダメだ。それは正しいんですよ。それを現地行っちゃいかんって言ったんです。なんてとんでもない。カーター大統領はスリーマイル原発事故の時現地へ飛んでます。だから現地へ行って行かなければわからないことがある。しかもそのアメリカのように規制委員会がしっかりしているということでさえそうだ。日本の安全委員会は何にもわからない、デタラメさんの委員長で何言ってるかわからない話ですから、行くしか方法ないんですよ。行ったことが悪いんだ、決してない。で菅の首相の言ったことで正しかったことが2つある、間違ったことは1つある。正しかったことはここに書きました。やはりさすがは応用物理の出だけあります。何が必要なのかを見抜いた。それは電源です。電源ヘリコプターで運べてたんです。要するに蓄電池運べてたんです。しなかった。吉田は蓄電池をちゃんと運んでればそれでよかったんですね。吉田所長は蓄電池を、所内にある蓄電池を集めました、自動車用の。で、集めて、それで、電灯をつけたり、それから、原子炉の中の計測ができるようにしたりするところまではやりました。しかし、ECCS ポンプを、高圧注水系ってやつですが、それを運転する、というために集めようとはしなかったんですよね。それを集めていればいいんですが、先ほども言いましたけれども、高圧注水系大嫌いな人ですから、だからそれをしなかったということになるんですけども、でそれをちゃんとしていれば2号機は救えたんです。2号機が救えたということは、今日ここでの講演をする必要がないんです、はい、今日の主題です。でその次2番目、だからもう一つ大事なこと言いました。海水を入れてはいけない、真水を入れろって言ったんです。で私も16日にこの情報が遅れる、菅さんとは違って直接入りませんから少し遅れるんですが、まだ16日です。海水を入れてはいけないと保安員に手紙を書きました。そしたらその日 の手紙書いてファックスで入れたんですが、その日その議論になったそうです、保安員の中で。しかしそれは無視した。ところが1週間後にアメリカが海水入れてはいけない、真水にしろって言った途端に真水に変えました要するに日本の役所ってのはご主人のアメリカの言うことは聞くけど、そのわけのわからない連中の言うことなんか聞く耳なんか持つものかということですね。この真水の指示、これは菅氏が最初にやってるんですよ。
真水を入れることをちゃんとできたのにしなかったのはなぜか、これもあの問題ですよね。要するに原子力工学の傲慢、あの原子力村の傲慢ですよ。あのしかもその原子力村が原子力を知らないんです事故の時どうしたらいいかを知らないんです。でしかも物理科学の常識さえないっていうわけですね。これはもうどうしようもない。でここまでは菅首相をたたえます。しかし菅首相は決定的な間違いをしました。それは今議論になっているあのあれですね、あの東電が菅は秀康だって言ってる、そして皆さんも合唱しているあの例の全員避難のやつです。あの発電所の職員、この発電職員を全員避難させるのがいいのか悪いのかなんて議論はですね、その時の状況がどうだったかを言うことなしにできることじゃないんですよ。それで僕は菅は間違ってると言ったんです。東京電力にしても同じです。どういう状況だったから東電は全員避難するだなんて言ってないと言ったのかという種類の話になるんですが、この全員避難の問題は14日15日の話です。3月14日15日、とんでもないことが起こってるんですよね。3号機 の使用済み燃料プールの大爆発です。その時放射能を含んだものがあのばらまかれたわけです。これで慌ててしまった、アメリカ軍もこれで慌ててしまった。でそこであの全員避難するのか避難しないのかと問題になるんですけども、原子力過酷事故があった時には作業員が死ぬって問題があるんです。あのチェルノブイリでは30人死にました。で JCO では2人死にました。で30人死んだけども、さらにそれよりも大きな災害だったらどういうことになりますか。あのチェルノブイリ事故というのは2000メートル吹き上げましたから、放射能のがれきは広範囲にばらまかれたんですよね。あのスリムのこの今回の福島の事故の場合は300メートル程度の吹き上げたわけですから、あのそんなに遠方にまでがれきが飛び散ってるわけじゃないのです。つまり集中してると言ったわけです。ところがこの時は西風でしたから、放射能は海へ流れた、だからあの程度で済んでんです。だから中の職員たちにしてみれば、もし東風だったらどういうことになるかという問題を考えると、これは東風だったら大変なことになります。死人がいっぱい出ることになる。で死人がいっぱい出てもその発電所を守るためにそこに残ってやれということで、例えばその次のチェルノブイリの30人と同じ形にさせることもできますけれども、しかしそれで収まるとは限らない。もっとひどいことになって、そこにいたところで被爆だけして何にもできないってことになる可能性もあるわけですよ。そんな時にの全員残れ、全員違うの残れなどということ自体は本質的じゃありませんよね。残ったところで何にもできないのですから、放射能の大量の放射能被爆の問題で。だからそういう点で言えば、どういう状況かを想定して全員避難のさせると言ったのか言わなかったのか、そしてまたあのさせてはいけないと言ったのか言わなかったのかを言うことなしに、この問題は議論できないんです。もう一度まとめて言いますと、この事故がチェルノブイリと同じ程度の事故なのか、それよりももっと被爆のひどい事故なのか、わからないでしょう。そしたらその時にはその第二発電所まで、第一原発は捨てて第二原発にまで避難するのは当然のことです。意図って何もできないんだから。事実今度の作業でたくさんの従業員がこの汚染の中にいましたけど、
仕事が与えられないでボケっとしてる人というのが多かったって言いますね。で結局何にもしないでのすることがないんでしたら避難させてくださいという従業員側からの意見があって従業員に避難させた。でそういうことをよく知ってる吉田所長は死ぬかもしれないと思ったというのは当然のことなんです。で死んでの原発を守ることができるのならば言おうと思ったんでしょうね、吉田所長は主観的には。だけどもいたところで何にもすることができないのならみんな避難させた方がいいわけです。だからそういう条件抜きに感が悪いというのはどうかと思うんですが、菅首相もです、どういう条件だから避難してはいけないと言ったのかどうかっていうのはあるわけですね。どんな条件でやってもそこにいろなどと国の首相が言ったとすればそれは間違いです。原発は捨てなきゃならない場合もある。で東電がなぜその話をでどういう状況だったかを言わないのかといえば、それを言えばあれですね、東京電力のこの事故があまりにもひどかったということをみんなに告白することになってしまう。したがってそれを言わなかったのだというふうに思われることです。まあ今日のところ今までここまでの話は最近の話との関連ですけれども、前回の話でしたことを多少復習をするのが水素爆発です。本当にだけどだらしない原子力界の人たちですね、どれもこれもみんな水素爆発にしてしまったのですから、これはですねここにも書きましたけども、あれですね、水素爆発、つまり何でも水素爆発にしちゃったわけですが、その水素爆発の原因ですが、それは1号機の話、これは来週やりますから、来週じゃなくて次やりますから詳しく言いませんけれども、2号機も水素爆発だと言いました。しかし水素が下の方に移ってそこで爆発するっていうようなことはないわけで、こんなことはまるでナンセンスということになります。まあそういう水素爆発が結局は1号機だけが水素爆発、あと残りの 2号機は水素爆発の爆発そのものがなかった。で3と4とは水素爆発ではない。こんなのを水素爆発だというようでは科学者としてのお里が知れる、情けない限りですね。さてこの今日の本題にの2ページに移って今日の本題に入ることにします。先ほども言いましたけれども、配管が壊れてなかったのです、地震で。1号機と3号機は配管が壊れてました。それで、もはやどうしようもなかったのですけど、2号機は地震で配管が壊れていなかった。つまり、原子炉の中の水は失われていなかった。ここが大事な点です。配管が健全で、ですよ。そこでその時に冷却する方法は隔離時冷却系 RCIC と言いますけども、この隔離時冷却系だけで冷却することができたんです。だからこれは3日後の14日のお日の午前10時に失敗するまでうまくいってたんですね。でこの隔離時冷却系っていうのはどういう方法で原子炉の中に水を入れるのかといいますと、原子炉の圧力と原子炉の圧力とそれから格納容器の圧力、この2つの圧力の差を利用する。でつまりここに書きました、ちょっと見えますか、いいですか、原子炉があって、でその周りを格納容器というので包んでいる。で格納容器はなぜ原子炉に格納容器がついているのかといいますと、その格納容器というのはウィンズケールの原発、それが事故を起こしまして、
要素を大量にばらまいたイギリスの原発ですけども、あの事故がありました。その時に原子炉をもしちゃんと包んでいるものが必要であるということになりまして、全てその平和利用の原子炉、軍事利用の原子炉の方はその後もつけませんけれども、あの平和利用の方の原子炉の方は格納容器で包むことになる。放射能をこれが漏らしてもこの格納容器で閉じ込めるということです。でこの格納容器というのは2つで構成されまして、あのこちらの方を、DW って言いましたっけね、DW の乾いているあの入れ物、それからこちらの方はあの圧力あのサプレッションチェンバー、この2つで構成される格納容器を多加圧水型ではあるわけです。あの加圧水型と沸騰水型ではこの2つで構成する。だから両方含めて格納容器です。で、この加圧水型ですと1つだけ。で、つまりこれとこれの圧力差を利用して発電するんです。で、発電した電気を使って水を汲み出してこの原子炉の中に注ぎ込むという装置ですね。で、これがうまく働いていた。だから電源いらないんです。自前ですから。自分で発電して自分でポンプで水を汲み上げるというすごく機能のいいですね。ところが14日の10時、この配管が破断したようです。で、なぜ配管を破断したのかっていうのは不明ですね。私はこの本で3号炉の爆発で配管が損傷したと思われると書いたんですけども、それ3号機の爆発は11時ですから、10時からそういうことになってるというのは別の原因が何の原因だかよく分かりません。もちろん3号機の爆発もそれを加算しているかもしれませんけれども、だからこれは原因不明なのですが、隔離時冷却系というのは炉の冷却水が漏れ出している時には役に立たないんです。どんどん水がなくなっているのに追加するって言っても少量しか追加できません。自分で発電して自分での送るわけですから、それをちゃんとできるのは高圧注水系だけなのです。で、高圧注水系がこの時あったらそれを使ってこの事故はなかった。したがって先ほども言いましたけど、この高圧先ほど言いましたっていうか、高圧注水系っていうのは直流で運転するんです。他のまあ硬直療養だとか交流とかということになりますが、これは直流で運転しますので、蓄電池を菅首相の言う通り運んでたら、この事故は高圧注水系を入れることで解決できた。ですから高圧注水系を高圧じゃなかった蓄電池をヘリコプターで運べという菅氏が指示したのに、それをしなかったことが福島県の人たちが被爆する原因、3号機の放射能でそういうことになるのですから。で、そこでそういうことになるとどうなるかというのを次に書きました。炉心はどんどん水を失いますから体になります。この核燃料の存在する部分、制御棒もここ入っているわけですけども、原子炉止めましたから、でそれがどんどんの水面がこういうことになるわけですね。の上の方が空だき状態、ここがまだ水に浸かっている状態で、そういうことになった時にどういう現象が起こるのかっていうわけです。まず燃料集合体、燃料棒というのは燃料ペレットの周りをジルコニウム合金、ジルカロイっていうんですが、それで被覆管として包んでいるわけです。だからペレットがあって、そしてそれの周りをジルコニウムで包んでいる。ところがジルコニウムというのは高温で
800度ぐらいになりますと、ここは空気が入っていません、水蒸気だけです。水蒸気と反応してのゼルコニウムは酸化ゼルコニウムと水素になります。ゼルコニウムプラス H2O はゼルコニウムオキサイドプラス水素、この反応で水素ができます。その水素を出してこの酸化ゼルコニウムに変わります。で、酸化ゼルコニウムってのは灰ですから、こんなもので閉じ込めることできませんから、燃料ペルトはパラパラと落ちることになります。で、ここの燃料、これはこう水の中が落ちていくわけですね。で、水の中落ちれば冷えるのです。で、そういうことが次々起こります。で、そういうことは、そのために水素が発生することと、ここで水の中落ちますから水蒸気が出るということと、2つのために圧力が上がります。で、それがこの右の方の図です。右の方の図はこの原子炉の中の圧力、それがだいたい60気圧ぐらい。で、それがその水素が発生して、それからもう一つ水蒸気も発生するということで、気圧は80気圧近くになりました。で、80気圧以上にならないんです。なぜなら原子炉の中には逃がし安全弁というのがついてまして、それ以上になったら吹くことになってます。それ以上は増えませんので、ここの点が80気圧のこの横にずらっと並んでいるのはそういうことになりますね。この右 の原子炉圧力 B の方です。この原子炉圧力、この左の方にも原子炉圧力ってありますけども、それはこの図の範囲が吸気圧までの図です。で、こちらの方は吸気圧以上、右の方の図は吸気圧以上で80気圧までの図ですから、それが表現できることになります。ところがです、これが3月14日の午後何時頃、6時頃になりますかね、急激にスタンと落ちてます。なんで圧力が急に下がっているの。これは圧力逃し弁を解放したからです。これはこの左の方の図に逃し安全弁解放ってありますね。なんでこんなことをしたの、ますますもってひどいことをしたわけですね。せっかく圧力が保てていて、水もそれなりに保てているわけです。ところがそれをストンと減らした。なぜかと言いますと、海水を注入するという、注水するというその方針、これを実行に入ったわけです。海水注入ってありますね、この左の図の方に。海水を入れようとした、海水を入れようとしたけども、その海水を入れようとした気圧は60気圧の80気圧のなんていう高圧でのところへ消防ポンプで水入れるなんだということは不可能ですよ。だいたいそんなこと考えること自体がおかしい、うん、ところがそれをしようとしたわけですね、吉田所長は。だけど入らんじゃないかって言って、じゃあ入らないならしょうがないよ、減圧すりゃいいんだって言っての圧力逃し安全弁を解放するということ で一挙に気圧がストンと落ちたわけです。で、ストンと落ちまして、の5気圧とか6気圧まで落ちることになります。で、そうしたらどういうことになったか、今度はもうたくさん この燃料集合体のペレットが水の中ジャボンジャボン落ちることになります。そのたんびに水蒸気爆発をすることになります。それがここの14日の夜、午後6時以後にいっぱい起こっている、そうですね、6時以後じゃない、もうちょっと前かから起こっている、夕方から起こっている圧力の変化ですね。で、これは保安院の4月の4日のデータが左ですけども、東京電力が
もう少し気圧を大きくしたもので書いたのが原子炉圧力 B の方です。ご飯のちょぼんと浸かるためにシュッと上がる。でそういうことを繰り返して水蒸気爆発が繰り返されたということが分かります。これが水蒸気爆発が繰り返されたということになるのだという解釈ですけども、これは言ってるのは僕だけですかね。今のところ他の人で聞いたことないんですが、誰か他の人も言ってるという話があったら教えてください。その人の本をちゃんと読んでみたいと思います。解説してありません。このいろんな報告書では、この要するに物理とか科学とかをに対する常識がないというのは、何が起こったかを物理科学の常識で見る能力があるかないかの問題ということになる。でこのことは非常に重要なんです。先ほども言いましたけど、3月14日のお昼頃から3月10の15日の15日の午前2時とか3時まで、合計していますと15時間ぐらいですね。15時間ぐらい燃料がパラ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 水の中に落ちてたってことにするんです。水の中を冷やされますから、でしたがって悪さそれ以上はしないんです。要するに炉心溶融はなかったっていう証拠です。これは水の中へ燃料が15時間にわたって落ち続けて冷やされるような状況で、なんで炉心溶融ですか。燃料が崩れて水の中落ちただけですよ。水で冷やされた、つまりここですね、この部分、制御棒の入れておく場所の水、ここへ落ちた。でここへペレットが積み重なった。溶融なんかしてません。ですから炉心溶融があったなんて、3つの原子炉とも炉心溶融があったなんてのはそっぱちだということになるのです。でこのここの制御棒を駆動する制御棒の置き場、なんていうんですかね、名前があるんですけど今ちょっと忘れてしまいました。その置き場所の水の中にその燃料ペレットがパラ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 15時間にわたって落ち続けたと。でそこで水によって冷やされたという現実になる。つまり加圧水型、要するに3マイル原発、それでは炉心溶融はありました。それはこういうものがないんです。制御棒は加圧水型は上から引き上げるようになっている。したがってこの燃料のすぐ下は原子炉の底です。したがってその原子炉の底へ流れ落ちた燃料 の溶けたもの、これは炉心溶融ということになって、それが3マイル島原発の原子炉の底を膨らませてます。もうすでに火が入ってます。もう少しで破裂するところだった3マイル島原発の場合、しかしこっちの場合は違います。パラ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 この粒ね、燃料集合体の粒、この一粒で家庭の電気のなんとかって言いますがね、この一粒の粒の重なりとして存在することになるわけです。でも全然沸騰水型と加圧水型では違う、こんなことも知らないんですよ原子力の村の人たちは。だからいまだに炉心溶融だ炉心溶融だって言ってます。ともかく沸騰水型と加圧水型の違いもわからない原子力科の人の無知です。全員がそうだとは言いません。推進派の人の本を再読みました。そこの中で僕と同じことを言ってるのは一人だけでした。だからつまり推進派で分かってる人には分かってる、要するに炉心溶融なんかなかったんです。だからその人は正しかったですね。ということでこのそういうことが起こった後どういうことになったか、
野菓子安全弁を開いた理由は何だったかをもう一度思い出していただきたいんです。海水を注入するためです。そして原子炉の圧力を下げたら、そしたらその原子炉の圧力が下がってるから海水入れられる、消防ポンプでも入れられる。でそれを吉田所長がやろうとしたんです。ところがそのことはどういうことを意味するか、原子炉の水蒸気はどこへ行ったのか、野菓子安全弁を開きますと格納容器になる。だからこの原子炉からの配管を通してもっぺん格納容器に入れる。なぜ格納容器に入れるのかといいますと、格納容器のそもそもの目的です。放射能を外に出さないというのが目的だから、原子炉の中に閉じ込める。原子炉の中で事故が起こった時に放射能はできるだけ格納容器の中に閉じ込める。ところがですね、野菓子弁開いちゃったらどういうことになるか、この原子炉の圧力と格納容器の圧力が同じになっちゃうんですよ。原子炉の圧力は先ほども言いましたけど60気圧以上ある、60気圧から80気圧の間、まあ70気圧ほどある、60気圧から70気圧ある原子炉の蒸気を格納容器に入れたら格納容器が上がることになる。どこまで上がったか、6気圧に上がっちゃった。でこの3月15日の夜中ですね、夜明け前まで原子炉の圧力とそれから格納容器の圧力も同じになっちゃった、6気圧です。でつまり格納容器は6気圧の圧力に設計してない、格納容器の圧力は4気圧程度しか圧力が上がって破裂するって心配し始めちゃった。何なの、初めから野菓子弁開いたらそういうことになるぐらいのことはもう やる人間なら分かるはずだ、それも分かんなかったのかねっていうことになります。で破裂しちゃ困るというので格納容器を弁とするという言葉が出てくるわけです。弁とは何かというと格納を放出するという意味です。要するに放射能を、格納容器はそもそも放射能を貯めとくために作られたもんだけども、気圧が上がりすぎたら格納容器が破裂することになる、破裂されたら困るからそれを放出するんだ。で格納容器から放出することになるわけですね。でその放出したらどういうことになるか、放出した放射能ですけども、それは格納容器から放出した放射能がそのまんま原子炉建屋の中に流れるようにはなってないんです。そんなものを原子炉建屋に流してしまったら原子炉建屋の中で、または原子炉の敷地の中で職員が働くことのできなくなってしまいます。放射能が原子炉の建屋敷地に流れたのでは困るんですよね、働けなくなってしまう。そこでどうするかっていうと、排気と煙の出ない煙突、原発には必ずついてる。なんであんなところに何にもしない原発の排気筒がついての煙突がついてんだな、強いけど、それは人間の目で見えないだけで、あそこから放射能を捨ててるわけです。高いとこから捨てる理由は何か、それは原子炉敷地の、じゃ原子力発電所の敷地に放射能が落ちないようにするとす、敷地の外へ流すためです。でその排気筒、高い排気筒から上空、大気の上空へ放射能を流したというのが、たまたまこの時放射能が南東の風だ、つまり西北の方向へ放射能が流れることになる。高いところで流したから近くに落ちないで遠くに落ちた。で遠くに落ちた、最初に落ちたところが浪江町対馬ってことになるんですね。で対馬の汚染はひどい状態です。今先ほどデータ一つ一ついただきましたけども、いまだにもうとんでもない放射能がない。でそこのとこが疎開の人たちが最初に休憩したところです。逃げていく途中で、そこでここまで来れば大丈夫だろうっていうので大丈夫だと思ってたら違ったってところですが、でそういうところに放射能を落とした。要するに弁ととは何か、発電所を救うけれど
被害を遠くの人たちに引き受けてもらうっていうものなんです。なおこのことを東電は何とか隠そうとしています。したがって東電の報告書を見たら弁当したかどうか分かんないんだそうですよ。もし弁当したなんて言ったらお前が責任だってことになる。弁当しなかったらそんなこと起こるわけないんですよ。放射能がこの原子炉建屋の中のこの格納容器のそばから流れたり、または建屋の中で放射能が流れたとすれば、原子炉建屋の中で何にも働けなくなります。そこにいたらそれだけで死んでしまう。要するになぜだからそういうことをすればスリーマン、チェルノブイリ原発と同じようなことになって、30人の労働者が死にました。だからそれと同じことになる。でそうさせないために福島県の人たちに被爆を肩代わりしてもらった。今その話誰もしないんですよ。この2号機の問題が一番福島の人たちに被爆をさせたとするなら、このことをしっかりと議論するのところがあっていいはずです。それを議論してるのはここが初めて、この場所は。だからそれほど今回の東電のその何ですか、責任逃れ、これはひどいものだということになります。で今は8時ちょっと過ぎましたね。だから1時間というお約束で、そろそろ講演の方をおしまいにして、皆さんとの議論に、ちょっと待ってください、もうちょっとやりますから、もうちょっと議論、皆さんとの議論にしたいんですけども、この前2号機それに内視鏡を入れました。内視鏡を入れてそれを写真撮りました。皆さんびっくりしたと思いますよ。赤サビです。原子炉の中にあんな赤サビなんかないです。どの原子炉とってもないです。赤サビの原因は何か、塩水です。温度が高いところに塩水があって鉄があったら赤サビになるのは当然のことで、赤サビは表面うっすらと赤サビじゃなかったですね、デコボコしてた。浸食は甚だしで、このまま進めていくとどうなるか、原子炉グズグズになって、つまりこの辺、これが赤サビがこんな風に出るわけですね。原子炉のこのこっちも、そのうちに穴が開いて、グズグズになって穴が開いて、放射能はとんでもないことになってしまいます。どうしたらいいのか、原子力村の人たちは想像がつかない、考えることもできない。今そのままになっています。でそこで私はホワインにファックス入れました。液体窒素で冷やしなさいって。液体窒素で冷やしますとこの辺に水があるわけですよね。みんな凍ります。それで水蒸気は雪になります。でこれ全体を氷と雪で進んでしまうことになる。放射能はこれ以上漏れません。そして赤サビも進行しません。液体窒素温度で赤サビ反応などというのは起こらないです。第一、氷で包んでしまったら酸素が届かない。酸素があるから赤サビになるんです。酸素って一体どこから来たの？彼らの頭の中に酸素どこから来たかないでしょうね。酸素はここに水入れたでしょう、海水を入れたでしょう、海水の中に酸素溶け込んだんです。その酸素で爆されるんだ。で液体窒素で凍らせたればもはや水入れる必要もない。液体窒素で冷やすわけですからね、何の返事もありません。要するに彼らは雑物の言うことなど聞く耳がない。自分たちがちゃんと考えればいいことですよ、こんなことくらい。でそれをできない。実はですね、この液体窒素を入れるっていうのは私のオリジナルじゃないんです。チェルノブイリ原発、
チェルノブイリ原発はその冷やすのに何を採用したか、液体窒素で冷やす。でそれを僕真似ただけです。要するに先ほども言いました3マイル島原発事故を勉強してない、それからチェルノブイリ原発事故を勉強してない、そこで何をやったかを勉強してない。知ってることといえば石棺を作ったということだけだ。液体窒素を使ったってことぐらい勉強したらとか、液体窒素を使えば反応が止まるわけですから、化学反応が。だからそういう種類のこともできてない原子力の人たち、頼れない原子力科学者、水素爆発のないと断定した安全委員長、水素爆発は起こりませんよって言ったんですね。そして水素爆発したったらあちゃーって頭抱え込んで、うん、でもそれを科学の師匠を見てるもんだからこの男役に立たないってことになって、なるわけですよね。で、そして水素爆発に気がつかなかったことに懲りた原子力科学者たち、原子現場の住人たち、懲りて何でもかんでも水素爆発にしちゃった。だから懲りて、暑さに懲りてナマスを吹くってのありますけども、まあそれと似たり寄ったりでしょうかね。水素爆発間違えたら何でもかんでも水素爆発にしてしまうなんて芸のないこと、おびただしいです。先ほども言いましたけど、スリーマイル島原発事故の勉強不足、チェルノブイリ原発の勉強、この連中は原子力に牛耳ってるんですよ。でたくさんの事故の嘘が放置されたまま、原子力は科学とは言えない、要するに科学の常識のない原子力の人たちです。だったら科学者が意見言わなきゃいかんじゃないですか。物理学者、科学者が、どの物理学者、科学者が やろうとしてますか。あちこちで原発州の科学者の集会やってますけど、こういう議論をする人たちは僕お目にかかったことがない。もしそういう人がいたら、僕はその人としっかり付き合って理論の理屈を整理していきたい。だけど今のところ僕しかいないの。もう本当に情けない思いですね。日本はそういう科学風土ですね、はい、でこの前何ですか、ヒッグスでしたけれども、なんか粒子が見つかったって言って、これが世紀の発見だって言って、あれ一体何の役に立つんですけど、陽子と陽子とこうくっつけたら何か出てくるの当たり前ですよ。そんなことにも僕は興味ない。あんなこと言ってお金稼いでね、それで科学者にいっぱいの、これは大変な研究なんだって政府からお金を取るためにああいうこと言ってる、ああいう人たち、もう本当に科学者の堕落はひどい状態になったと思います。つまり科学っていうのは人間のためにあるんですよ。そのことの あれができなくて、なんか新しい素粒子だって言って、何役に立つの、そのうちに分かりました。まあがっかりしてる一つの話を付け加えて、もはや科学とは言えません。でそれを見ている周りの物理学者、科学者も僕は信頼するに値しない。もしそういう人がいるのなら、私はこう思うっていう物理学者、科学者が出てきていい。ところがダメなんですね。もし仮にその人がいたとして、原子力学会に入って発表する、発表させてくれません。私原子力学会の一員だったこともあるんですけども、それは冷たいもんですよ。気象学会の一員で温暖化なんて、CO2 で温暖化なんてナンセンスやろうとしたら、ね、発表拒否だ、論文拒否だ、こういうの、これが科学の現実ですね。はい、じゃあここで終わります。740円。
ではそろそろ再開いたします。ご着席お願いいたします。これからの質疑応答を始めます。その前に今日ビデオ撮影されておりますけれども、音を取るためにカメラを質問されている方に向けるかもしれないということですが、お顔とかそういうのは映らないことになっているということですので、ご安心ください。あくまで音を取るためだということです。それではご質問ある方お願いします。すみません、文化系なもんです。超基本をちょっと確認をしたいということがすみません、このつろみ方なんですけれども、B の原子炉圧力、このグラフは私の把握理解では圧力容器の中ということですよろしいですね、はいはい。で左のグラフの方には、圧力のグラフがどうも2つあるように見えるんですが、 DW 圧力、これが、格納容器、そうですね。で途中から出てきているこの原子炉圧力というのが、これは最初の方にないのはもう非常に高圧であるから、でここの、はい、右の方のストーンと落ちているところの途中からこのグラフに現れているという感じでよろしいですか。はい、それちょっと確認します、はい。でそれからもう一点だけ、この原子炉圧力のグラフが右端は、下の方に行っているんですが、この数字を見るとゼロよりも下にこれはどうかでしょう。これ機械壊れてるんですよ、きっと。ああ、なるほど、はいはい。ありえない、数値はありえないけども、遠いのを書いたのですね。ありえないものは書かなきゃいいのに、混乱するだけですから、測定しなかったのと同じで。タンポポ社の学習ちょっとね、はい、待ってください。ゼロ以下になってるのもあり得るんです。これはゲージ圧力と思いますか。ゲージっていうのは大気圧との差です。ああ、そうか。あれ大気圧だから真空に比べてってさ、真空に近いからあり得るんだけども、ここであっちゃおかしいんです。やっぱりそれ原理的にはおかしいんです、ね。そうです、はい。あり得るけどおかしいんです。はい。タンポポ社の学習会では初めて参加しまして、初めて聞くことばっかりでちょっとびっくりしてるんですけども、それで初心者なのでちょっと見当違いの質問するかもしれませんが、3つあります。1つは1つずつにしてください、はい。圧力、2号機の、水素爆発ではなかったということでよく分かったんですけども、圧力抑制室が破損したっていうことですよね、はい。それもその水蒸気爆発が原因だったんですか。圧力容器は壊れてますけれども、何が原因なかは分かりません。分からない、はい。先ほども言いましたけど、壊れた原因は3号機の爆発だとずっと思ってました。だけどよくよく見るとそれより1時間早い、要するに3号機の爆発は11時です。でそれとこの変化が起こっているのは10時です。したがって3号機の爆発とするわけにはいかん。3号機の爆発も関係してそれをひどくしているのかもしれないけれども、最初の原因はそれではない。で何だかっていうのはわからない。でここまでのいろんな詳しいデータを東電は発表していない。で圧力容器の配管ですね、圧力容器そのものが壊れるというのではなくて、その配管が壊れている可能性はある。で格納容器は壊れていません。格納容器のその圧力抑制室が壊れた。だからそれは違います。格納容器は壊れていません。壊れてないんですか。はい、壊れてない理由は圧力容器よりも1気圧ほど常にあれが高いんです、気圧が。だから、ただそうは言っても先ほども言いましたけど、このように圧力容器の気圧計が壊れてるから
そんなことは言えないのかもしれないけども、しかしあの圧力容器と格納容器は同じようにこう動きながら、同じように動いてるってことは両方とも生きてるってことですよね。あの定期はで、その生きてなくて、の格納容器の圧力の方が圧力容器の圧力よりも高いということは、格納容器の方は壊れてないってことです。あの記憶違いかもしれないんですけども、東京新聞に時々4つのその原子炉の、 あの断面図が出ていて、それであの1号機3号機4号機は本体が壊れてるけども、2号機はその圧力抑制室が壊れてるっていう図になってると思ってます。はい、そうですね。あのそういうふうに何とかしてそうしたいの、その東京電力は、つまり放射能を漏らしたのはベントではないと、漏らしたくて漏らしたのじゃないと、の壊れてて放射能が漏れてるんだと言いたい。ところが壊れてて漏れてるんだったら大変なことになってる。放射能がそこから漏れた放射能があの周りに広がることになるわけですね。それはないんですよ、2号機の場合。あの水に溶けた放射能はあるけれども、あのなんていうか大気中に放射能が放出された穴から漏れ出したっていうのはない。で1号機の方はあるから、あの原子炉建屋の中に入れないという事態になってるわけですね。だから1号機は放射能を漏らした、だけど2号機は放射能を漏らしてない。それは格納容器もあのしっかりしてるから、それからあのという種類の話ですね。だからまだあの詳しいことは断定はできませんけれども、あの格納容器は壊れてないという方が正しいなと思います、ね。その次2番目、はい、あのものすごくあの素人っぽい考えなんですけど、その海水注入が悪いっていうことはよく分かったんですけど、あの時は真水が足りないから海水にしたんじゃないですか。はい、そう言ってますね、はい、いや真水なんかいっぱいあるんです。あのどこにあるのかって言いますとね、あの真水を海に捨てたの記憶ありませんか。要するに1万トンの水が、あの廃棄物処理棟でしたっけ、そのプールの中にある。でそれはあの放射能がちょっと混ざってる、で放射能ちょっと混ざってるぐらいこの場合関係ないんですからね。真水であることは間違いがない。しかも非常にきれいな放射能があるとはいえ、科学的にはきれいな、あのゴミも入ってない1万トンの水があった、廃棄物処理棟に。それは泥水入れるために、泥水って放射能の泥水を入れるために捨てました、海へ。だから後で捨てることになる1万トンの水があったのに、なぜそれを使わない。もうね、ともかくやることなすこと東京電力は嘘っぱちばっかり。 なぜなんですか。いや、海水入れたかったからです。あ、海水入れたかったんですか。はい、どうして。あ、海水ならその簡単に手に入るからと思った。ところが海水も簡単に手に入らなかったんですね。要するにその海水を取りに行くまで、瓦礫がいっぱい、3号機の瓦礫がね、海側ですから、先ほども言いましたけど海側に瓦礫がいっぱい落ちたわけ。だから海側の水を取るのが大変だ。あのですからそれよりはね、陸側のまあ、水を取る方がずっと楽だった。東京電力というのは、あの吉田所長が特に、吉田所長は一旦思い込んだらそれ以外は考えられない人だ。その他にだって、まあ、水はいっぱいありますよ。消火用の水だって池があるわけですしね。で結局東のアメリカ軍がね、アメリカがその真水入れなきゃいけないって言ってから、別に水困ってたわけじゃなくて、あのアメリカ軍があの水運んできましたね。日本は水がない国だ。買い物するのも、あれこそ日本人をバカにしたアメリカの行為だと思いますよ、ね。よく知らないから、軍人が知らないからそういうことしたのかもしれませんけど、日本人と付き合ったことのある人なら、水穂の国日本ってやってるわけですからね。あのため池に水はいっぱいあるわけですよね。消火用の水だってあったわけ。はい、じゃあどうぞ。
3つ目は高圧注水系っていうのが分からなかったので、はい、説明してください。はい、高圧注水系というのはですね、加圧水型の高圧注水系と違うんですね。加圧水型の高圧注水系はいきなりポンプを、高性能のポンプを働かせて水を原子炉の中に入れる。ところがですね、この福島にあるこの沸騰水型の高圧注水系というのは先ほど言いました隔離時冷却系、それと同じように原子炉の圧力とそれから格納容器の圧力の差を利用して発電をして、それでポンプを回すんです。だから隔離時冷却系です。その部分まではそれだけでは大量に水が入れられないので、今度はブースターポンプというのを回す。要するに援助ですね。でこれで大量の水を送り込んで、で高圧で送り込んで、だからブースターポンプだけで水を入れてるんじゃなくて、隔離時冷却系と同じように圧力差も利用してなんです。でまあともかくそれはそうだけれども、高圧でも水が入る、要するに100気圧でも水が入るという能力を持っているわけです。でそういうものを本当に彼は働いても自動で働くんですね。ECCS だから隔離時冷却系の手というのはECCS とは言い難いんです。ちょっとクエスチョンマークがつくんですね。ECCS の定義の中に入っている分類もあるけども、入れてない分類もある。通常のポンプとも言える。それは原子炉を止めた時に止めて複水器の方に行く、タービンの方に行く水を止めて、で原子炉だけを孤立させた時に原子炉を冷やすもので、普通の操作でも使う。要するに事故があった時だけ使う装置ではないんです。で先ほどの高圧注水系の方は事故の時にだけ使うものです。だから事故の時だけ使うものだから、事故の時には真っ先に使わなきゃいけないものです。ところがそれを使いたくなかったんです。なんで使いたくなかったかというと、それを使うと原子炉を冷やしすぎると思ったんですね。要するに吉田所長および東京電力の担当者たちは、地震で事故になって停電になって、それでもこの事故大したことないと思ってたようです。でそれは保安員と保安員呼び出し の話の時に、保安員役人2人、どうしてこんなことなんですかって言ったら、いや東京電力は事故だと思ってなかったようですよって言って、それは保安員 の担当官からの口です。だから地震があって真っ暗闇になっても、そして測定ができにくくなっても大したことないと思ってた。電源に残っちゃったんでしょ。怒っても、そうだから無知だ、無知だ、だから無知だって言って要するに東京電の保安員の係官が投げやりみたいな言い方で言いましたよ。事故だと思ってなかったようですねって言って、なんでこんなことするんですかって言ったら、なぜ心をしなかったんですかって言ったら、いや大した事故だと思ってなかったようですよ最初はって、この程度から始まるんです。この事故は、だから保安員もびっくりする東京電力だった。怖い。鉄塔が倒れて電気が来なくなってもねでそれを回復するのに8日もかかってもね、最初の時はそんなこと思ってなかった。それがだん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 怖、この事故は大変な事故だって気づいていくようになるという。だから暗がりの中でこう操作している時は、まだそんなこと思ってなかったらしいんですよ。大したことないと思ってた。たまたま電気が停電しただけだ。たまたま原子炉の圧力が測定できないだけだ。こんな連中が原子炉を運転してるんですからね。じゃあ。ありがとうございました。他にご質問のある
すいません、佐古と言います。今回 の、 原子炉の事故でなんかニュースとか雑誌なんかでは空気中に漏れた放射の死の灰テラ単位だと聞いたんですけど、その汚染された場所で人間はともあれちっちゃい動物カエルとか昆虫そういうのに異常は出てないんですか。僕元放射性同位元素の取り扱いをしてて実験室が今の漏れた量に比べたらもう億分の一の 量ですけど少し被曝するとすぐ血液検査で白血球が減ったりよく被害が出てたんですよね。研究員とか皆さんにだから職場のことを考えたら今回漏れた同位元素はもう 量がもう想像されできない量だからそれでそういう障害が出てないのかあまりテレビで聞かないんだからそれは隠しているようですね。いや放射線に当たると遺伝子のが損傷を受ける。これは簡単に検出できるのです。つまり、遺伝子ってみんな X 字になってるんです。これがつながって、何ですかね、たりそれからまた切れたりね、いろんなことのそれ遺伝子の変化があるんで、これはすぐにでもやろうと思ったらできることだし、で今これからでもやろうとする人たちはいるんですけどね。ただしそれは非常に僕は危険だと思うんです。つまりそれをして遺伝子の障害があったっていうことが誰それさんはこうだったっていう話になったらその人は差別されるのは確実なんですね。でまあこれはそういうこともあってなかなか測定しづらいということにはなるんだろうと思いますけど、で典型的な例はねまたこのそういう種類のことの問題があんまり厳しくなかった頃は三朝温泉の従業員の遺伝子の異常これを調べた人がいましたけど結局文部省は発表させなかった。うん、そうです。でそういうことがあるんですけどだから今の話はそれの延長線上になるんですね。だから動物のその人間でなくて動物でやるってことからまず始めることが誰かがやればいいんでしょうけどそれをやってる人が僕は聞かないですね。で人間で始まり出してます。だけどそれは先ほども言いましたように非常に危険です。で動物では一つの例があるのはあれは南相馬で耳のないウサギが生まれたってやつ。今回でそこはもうこの放射能がいっぱい流れてきてるところの南相馬っていうのは放射能ほとんど流れてこなかったところもあるんですよね。10キロ圏あたりでもでその20キロ圏でその放射能が流れてるところでそういうことになってるというのがあってもです。兄弟のウサギは全部で4匹なんですが残りの3匹は耳ちゃんとあるんですよね。1匹だけない。そうした時にそれだけをもって放射能の影響と言っていいかっていう問題があるんですね。一例じゃ言っちゃいかんのじゃないかっていう話で、だからそういう意味で耳のないとかっていう種類の話を議論するんだとそういうことになってしまうんです。で先ほど言ったようにウサギのその兄弟の遺伝子検査をしてみる、遺伝子の異常を検査してみる、そうすると遺伝子がどうなってるかっていうのでいろんなことは言えるんでしょうけど、そういうことを研究しようとした学者はいないようですね。それでそうですけれども今回被曝がひどかったのは鼻血を出す子供がいっぱいいてた、これは放射能の影響です。薬の
原爆時の、あの投下の後、広島でも長崎でも鼻血を出した子どもがいっぱい出てるんですね。だからこれはあの鼻にあの放射能が入って沈着して、で鼻の皮膜のベータ線であの鼻を、でそれはこの先ほども紹介になりました、これに書きました。あのだから一人の鼻血を出した子供がいるということは、その近所の被爆はひどかったのだという原爆症ってやつです。それははっきりしているんですけど、ただそうだからといってね、その人の子供たちの名前を言うことは賛成ではないですね。将来あのその人がどんな目に遭うのかはね、被爆の実績というものはない方がいいです。でというのは多少ね、被爆だと普通の人と変わらないんですよね、その後の生活は。そっちの方が幸福なので、被爆しただからってダメです。で被爆のちゃんと測定してくれと福島県の人たちは言ってるようですけども、それは将来その人がの差別を受けるのを自ら望んでその方向に行ったということになりますね。これはもうその被爆調査などさせるべきではないです。あの被爆手帳を持ったら、あの療養費だとかなんとかそういうものを国が保証してくれるのですけども、ね、しかしそれは結果として保証してくれるのであってね、で自ら好んでその方向に行ったとしても大抵はあなたは関係ありませんで足切りにされるだけです。ただしデータは全部持ってかれます。あの放射線医学、放射線影響研究所、これは 長崎にも広島にもありますけども、そこにあったことはあのともかく嫌がる子供を連れてきて検査するんですね。あのそれはどういう子供かっていうと、親のいない子供、もう実験材料としてはたまらなくあの彼らの研究心を煽ったわけで、で目的はその目的は研究者たちは研究心ですけれども、アメリカ軍はこれで原爆政策を作ったわけですから、そのために調査しているので、で被爆した時にですね、被爆という事実が出たからといって被爆の治療ってのはないんです。結果としてがんになったりいろんなことになったら、がんとしての治療をするだけなんです。で結局普通 の病気と同じ治療にしかできないのでね、被爆したことの固有の治療なんていうものは存在しないと。だったら病気になってから病気の対策を受ける方がずっと幸福ですということもあって、あの僕はあのこの関係の研究者たちとはもう喧嘩状態ですね。やってはいかんことを、そんなことしちゃいかんのだって言い続けたんですか。はい、他にございますか。佐々木と言います。先ほどの女性の方の質問と関係があるんですけど、あの圧力抑制室で爆発、格納容器下部で爆発音というのは、先生のお前だとこの水蒸気爆発の音、それも上の方だから、ね、水蒸気爆発する場所ではありませんね。ですね、はい、ですからあの一つ考えられるのは弁当した時の音。弁当っていうのはね、あと高圧の6気圧もあるようなものを流すわけですからね、1気圧のところへ大きな音がした当たり前です。それ勘違いしたのかなということはある。で、あれですね、4号機の爆発、4号機の爆発の音だと今は説明されてるんです、大きな音がね。でそうだったのかどうだかもよくわからない。もう一点、はい、先ほどのご説明で、あの圧力容器、原子炉の圧力が、7、8気圧の上で一番上にあったときに、はい、これ以上にならないのは野菓子安全弁があるからとおっしゃいました。はい、で弁当の作業というのはこのそれを人工的にやる、こう全面解放する、全面解放する、はい、あの普段は
圧力に応じてこう、うん、そうです自動的にやっているものを安全弁です。で安全弁の機能をあの逃し弁に変えるわけです。なるほど、はい、逃し安全弁と書いてあるわけですね。なぜ安全弁だけで書いてないかっていうと逃しの機能も持ってるからです。わかりました。他にご質問は、はい、あ、すいません、ですね、液体窒素では凍らせるっておっしゃったんですけど、こうその凍った状態というのはどのぐらいの期間持つんですか。いやだから液体窒素を入れ続けるんです。要するに水で冷やすのではなくて液体窒素で冷やす。はい、入れ続けるってことそれは可能なんですね。はいはい、それは透明液体窒素なんて安いもんですから、はい、だから液体窒素で冷やすっていうのはの、そしてまたチェルノブイリでもやったことですし、で今後それでずっとしてれば放射能漏れ出しはしない。放射能の漏れ出しは完全に液体窒素で冷やせば、どのぐらいの期間、何年ぐらい続けるんですか。ずっとですよ。はい、こんな事故やったらそう当然のこと。それも50年60年そうね、それは解体する時までです。はい、であのつまり放射能を漏らさないっていうことでは非常にいいことだと思うんです。で今先ほどちょっとあの浪江町のからのデータをいただきましたけどね、あの今どんな状況になってるのか、あのこの浪江町のその対馬ってところの区長さんがあのそれぞれのうち の前まで行ってそこの 土地の放射能を測った。そうすると4月この4月の30日に測ったのと5月の27日に測った1月の違いなんですけど、そのデータを見てるとびっくりするんですね。4月30日の測定値よりも5月27日の測定値の方が大きい。つまり放射能をまだ漏らしてる。そう、それはどのぐらいの水準ですか。ですね、だいたい1割は増えてないかな。絶対数値はどのぐらい、何ベクレルなのか。これはですね、のマイクロシーベルトで単位で書くんですが、あのこの辺のところですと、あのまあ10とかっていうのもありますね。10もいくつか、まあ10マイクロシーベルトにしましょうか。それが11マイクロシーベルトになって、のマイクロ10マイクロシーベルトというのはこれを10の大体9倍すると90ミリレムということになりますね。ミリシーベルトですか。あの1年間あの876倍すればいいんでしたっけね。なんかあ800じゃないや、あ8000か、8760倍すればあの1年にするんだ。でということは9000倍すればいいんだと。で9000倍するってことは9倍すればいいんだと。マイクロミリに変わるわけですからね。でというわけで、あのこの10マイクロシーベルトあのということは年間にすると90、はい、90ミリシーベルト 100ミリシーベルトに近いんですよ。ここは高い、うん、この対馬に一旦疎開したんですね。一旦そこ来て途中休憩したらここ危ないって言われて、ま、そこからまた遠くへ行って飯舘まで登れて、ここは大丈夫と思ったらそこもダメだって言うんで、うん、という経過がありましたね。それが1年経ってこの値だと、とんでもない高い値ですよね。でも向こうが発表するの、向こうっていうかあの福島県が発表するのはもっともっと小さな値で発表する。だけど区長さんが発表したらこんな値になるということのようですね。あと本当の基本で水素爆発と水蒸気爆発の違いっていうのは、はい、あの水素爆発というのは水素と空気中の酸素が化学結合すること、で爆鳴器っていうんです。爆発の音がする。でそしてそれがあの
化学反応をすると水蒸気になるわけです、はい、でただその時に熱が発生しますからの全体に膨張するわけです。 で全体に膨張するとの断熱膨張といいまして温度が下がることになる。これが物理の一つの法則ですね。断熱膨張で低気温低下の、そうすると気温が低下するから水蒸気は水蒸気のまま維持できなくて水滴になる。したがって白いの雲ができる、要するに水蒸気爆発、水素爆発だと白い雲ができるんです。外から観察すると白くなる。で今度はその水蒸気爆発というのはあの火山と同じでして、あの地下水があると、そこへマグマが飛び込んでくると、そうするとその熱であのそこ の水は水蒸気になる。でそれで吹き上げる。で要するに水蒸気爆発というのは火山の爆発と同じようにの何かがあったら上の方が空いてれば上へ吹き上げるわけです。あの火山が吹き上げますね。あれと同じ現象が起こる。チェルノブイリ原発でも起こった、それから今回あの福島の3でも起こった。でこれはあの先ほど あの体積が膨張して白くなるのじゃないんです。吹き上げるからそこからの瓦礫も一緒に放り上げることになる。でこっちの方はだからあのテレビでご覧になりましたようにバラバラ落ちてくることになる、ね、瓦礫が上に持ち上げられて、すごかったですね、瓦礫が落ちるところまで見てると。でこの2号機は水蒸気爆発だった、4号機の方は水蒸気爆発、3号機の方は3号機は水蒸気爆発です。あの核爆発に伴って水蒸気爆発だと思っています。で、その水蒸気爆発するについても水の量が多いか少ないかで違うんですよね。大量の水の中にあのその熱いものが入るときと少量の水の中に圧力が入るの熱いものが入るときとは違うわけですね。あの同じエネルギーが付け加えれてもそれが水にどれだけのエネルギーが加えられるかはということになりますからね。水の量が少ない方が激しく。で今日お話の2号機は水蒸気爆発、水素爆発、結局2号機は爆発なかった。2号機はなかった。じゃあ両方とも爆発はなかったですか。なかった。だから爆発なかっただけじゃなくて格納容器は壊れてない。で壊れてることにしたいわけです、その東京電力は。だからあそこが壊れてんじゃないかって調べに行ってない。でいつもガスの音なんですか、下の方が音がした、下の方が壊れてんじゃないかって下測ったけどどこも壊れてるようには見えない。それから今度はあの上の方もってここで壊れてんじゃないかってやったら、この辺が壊れてんじゃないかと思って調べてみても壊れてない。で壊れているという過程はどれも成功してないのです。というのは初めから分かってるじゃないのって、格納容器の方があの圧力容器よりも圧力が高いということは格納容器が健全だってことだよ。だからそんなもん探しても無駄だよってこう僕は言うんですけどね、東電は諦めきれずまだ探してます。でそんな探すのなら傷口探すんじゃなくて放射能の漏れ出し口を探しゃもっと簡単なのに、そういうその何ですか、放射能を扱ってるということの気持ちもないようですね。こんなとこ壊れてるの探すのならね、遠くからこう放射能を調べていって放射能が どういけば一番高いか、例えばここでこの辺に来たら一番高ければここが壊れてるんですよ。だから放射能を扱いながら放射能で調べるってことをしない東京電力のやり方、これ素人魂も甚だしい。要するにみんなが素人だとバカにしてそんなことをしてて、でそれを新聞に書いてもらって、あれも失敗した、これも失敗したって書いて、東京電力が一生懸命その事故の原因を究明しようとしてますってポーズだけ。
先生、あの、はい、確認ですけど、7時間にわたって2号機で、はい、燃料ペレットが崩れ落ちて、繰り返し水上爆発を起こしたと、はい、さっきおっしゃいましたけど、はい、この水上爆発というのは、ごく小規模のっていうふうに考えればいいんです。そうです、落ちたときにそうです、あの高温帯が落ちるんで、その中で水がバーンと破裂する、はい、はい、そうですね。で、あの7時間というのは、あの減圧してからの話の7時間で、減圧する前にもある、それがこの、あのあれですね、あの上の方の高圧の高温の部分、あのこの図でこちら側なんですけども、こちら側の図で、あのずっと圧力が60気圧違った、あの70何え違った、あのこれですね、 B の方の図です。あの60気圧よりも下のところでずっと来てますね。ところが、その14日のお昼頃から増えてますね。これは、あの今の現象が始まったから、あの水素が出てることと、もう一つは、あの水蒸気爆発が起こった、2つの現象ですから、水蒸気爆発の時間は、あの14日のお昼ぐらいから15日 の、 あの夜中、夜明けまで約15時間ということになりますね。だから次々とボロボロこぼれていったんだと理解した。そうすると爆発音は下でしてもおかしくない。でもボツボツやってるわけです。そのさっきのその大きな音じゃない。そうなんです。はい、時間が来ましたのでじゃ あの手を挙げている方で、あの終わりということにします。高橋と言うと、あの2号機から漏れた、放射能が福島の方に最大の影響を与えたという話ですけど、これはあの2号機から漏れた量が絶対量でも最大という意味とは違うんですか？そうです、絶対量で最大、絶対量で最大ということです。はい、あの 要するに弁として全部です。あ、はい、もう一ついいでしょうか、すみません、はい、あの菅さん、菅直人首相ですね、前首相か、まあ、あの判断の間違いで、その職員の安全の面で、まあ、とどまれと命令したと、これ、あの職員がとどまっていると、もう非常に危険な状態のような放射能が当時あったということなる可能性があったと、はい、だからアメリカ軍は 80キロ近づいていけないって言ってるのは、この頃、はい、あの東電職員で2人若い方が亡くなられていますが、あれは溺れた、溺れた、うん、だから放射能じゃないという聞いてますけど、多発性出血ショック死というふうに死因が出てたんですけど、溺れたのとは違うと、そうですね、ええ、そうですね、はい、あの僕は溺れたように書いてあったからそう思ったんですが、ええ、原因はそう書いてありました。そうですね、多発性出血ってのは何ですかね。いや、鼻血とかそういったもんじゃないか。鼻血、あの、まあ、要するに体から血が、まあ、もちろんだけど、あの津波に遭うということは、はい、そういうことです、あの津波でバーンってやれば肺の中の空気ボンと押し出されるよ、うん、だからそういう種類のことで鼻血になる可能性はないと思います。まあ、4号機の地下で何か見つかったらしいですね。そうですね、もう津波で体が翻弄されて、もうあっちぶつけたりこっちぶつけたりしたわけですね。ってこともありますね。ですから津波っていうのはあれば、あの激力です。あの水が飛んでくるんです、塊のまま。だからあの津波対策というので、あの扉をしっかりしてもダメです。そんなものは、あの大量の水がまともにぶつかられたらそんなものどうしようもないんですね。だから津波対策というのは、あのぶつけちゃダメなんです。逃さないといけない。だから津波来たらこう上向きにこう斜めにこうなってね、水を上向きにやるんなら、あの建物、これは構造物は壊れないんですけども、まともにぶつけられたら大抵のものはうまくいきますかね。はい、じゃあ次。あ、すいません、市川といいます、そうすると2号機も水を注水してますね、今も。でその水は溜まってないんだし、 それはどこからか漏れてるってことじゃないですか、どういうことなんでしょうか、そのこと。
で、だからそれを溜めてぐるぐる4キロも水を循環させている。今そうしてるんですけど、水がどん地下室にどんどん溜まってますね。今回ですね、放射能は水に溶かして汚染水にしたのが非常に多いんですよね。だから大気中に放出した放射能よりも水に溶かして地面に染み込んだ方がずっと多いんじゃないでしょうかね。つまりそうすることに、そうできたことで被曝が量が少ないことになっているんで、ベントするときにウェットベントっていうのとドライベントっていうのがあるんですね。で、ここから取るのをドライベントっていうんです。この格納容器の上の部分、この DW から取るの、それから SC から取るのをウェットベントっていうんです。こちらの方は水がそこにあるわけですね。だから放射能は水に溶けていて、その上から取るから放射能はあんまり捨てないことがない。だから今回ウェットベントにしようと努力したんだけれど、ウェットベントにはうまくいかないからのドライベントにした。でだから大量の放射能が福島県民を襲うことになった。でそれを防ぐ方法は排気筒のに入る直前のところに放射能を除く装置をつければいいんですよ。でそれを東京電力はつけなかったんです。だから今回こういうことになる。で大井原発のことでもついてないんです。だから福島原発の事故の反省があるのならこれをつけなきゃいけない。それからもう一つですね、放射能を除く装置ですね。この排気筒へこのドライベントをした時にそれが排気筒に行く途中に放射能を除くところをつけなきゃいけない。それはもう初めから分かっていることです。今回の事故経過を見れば。それからもう一つ免震重要棟ってやつです。この免震重要棟があったために200人もの職員がの原発地から逃げ出せなくてよかったんです。その免震重要棟っていうのは柏崎の原発の経験からつけることになって、で東京電力はそれを作った免震重要棟、そしてそれから何ヶ月後に事故になった、間に合った。ところが大井は免震重要棟3年後にこしらえるって言ってる、はい、で要するに福島の原発事故で分かった2つのこと、他のことはまだ分からんことになってる。だけど分かった2つのことです。1つは免震重要棟を福島はつけたことによって作業員が、大量の作業員がその居住が確保された。それからもう1つ、ベントするときに放射能を除く装置がなかったので福島県民をこんなに被曝させることになった。この2つです。だからこの2つ非常に重要なのに、それに3年後でいいことにしちゃった。これは大井の人たちの運動の間違いでもあるんですよ、うん、なぜそれをしっかり言わないか、うん、つまりそれはなぜ言わないかといったら我々の責任ですよ。今回の事故でどういうことがあったかを関西の人たちに伝えることができないで、だから関西の人たちはこの2つが重要だということに気がついてない、うん。はい、あ、じゃあ先ほど手を挙げられた方も、はい、些細なことが多い点と、それからちょっとどうしてもしたいことを見てちょっとお願いしたいと思うんですけど、はい、先生らのご本の第7章の85ページの下から 1,2,3,4,5,6 行目に、ECCS 括弧表1の1とありますが、これは次の訂正の機会に表の 7の1というふうに一応この辺のところですいろいろ訂正しなきゃいけないとかいくつもあるはい、です。まあ、それはささい、まあ、それちょっと、はい、でどうしても聞きたい2点のその1はですね、ベントについてなんですけれども、まあ、でも我々ですか、まあ、仕事考えで1号機のベントについては一応納得で言いますが、まあ、ああいう
まあ、格納容器が破損するという、まあ、最悪の事態を防ぐために、官邸から指令が、まあ、指示があって弁当したというような説明になってますだと思うんですけど、で一応それと同じようなことを2号機でしてもおかしい、まあまあ、先生のご説明でしたらこの弁当したということですで、ただ答弁の説明は破損が佐藤市のチェンバーの破損があったということになっているんですね。このなぜそういう答弁の説明にしないといけないのかというのがちょっとまだ飲み込めないということで、それの先生はどのように見てらっしゃるか、それからもう最後もう一点は、ちょっとそれで止めてください。あ、はい。今の1号機の弁当は良かったのじゃないか。1号機はですね、今日1号機やるつもりはないんで、この次の時にしませんか。してもいいけども、他にまた手が上がってるから。はい、じゃあ次は何ですか。はい、もう一点は、他の、まあ、科学者の方たちと、まあ、いろいろその見解が違うところが、まあ、多々あると思うんですけれども、そういう、まあ、さすがにね、原子力村に属している科学者たちとはちょっとおそらく議論ならないと思うんですけれども、そうではない人たちの、例えばシンポジウムをやるとか、そういった意見交換の場というのは考えてらっしゃらないんでしょうか。それを申し入れたんですが、うん、断られました。それはどちらに？超大原子炉。あ、そうなん。実験所。だから、その僕も行くの断るようじゃん。要するにセンスが違うようですね。センス。まあ仕方がないです。それはちょっとすみません、ちょっとあれですけど、それぞれが親物対象ということでしょうか。親物対象ね、僕親物対象のつもりじゃないけれども、ともかくお手伝いですることはありませんって返事が来た。という状況です。残念ですけど、そういう状況です。残念です。はい、だからこうやってちゃんと勉強してからにしようと思ったんです。すみません、港区の山田と申します。本当に基本的なあれなんですけども、爆発がすごく映像とかを見て、あれでものすごく皆さんが被爆したなと思っていたものですから、今のお話したところ、弁当2号機のこの弁当でものすごいたくさんの人が被爆したというお話でよろしいですか。はい、そうです。爆発ではそんなに爆発はですね、はい、3号機の爆発はちょうどその時に西風だった。だから放射能は海に落ちた。ほとんどが。出たけれども海の方に落ちた。あれが東風だったら、うん、もうこの2号機の放射能よりももっとひどいことになってたろう。それでその弁当によってそうなので、2号機は弁当って、その原因が分かってしまうと困るので、だから壊れたはい、そうです。気象もちゃんと東電は知ってるわけです。どっちの方に流れるか。でそれを言わなかったのですね。だから放射能をの大排気筒から出してるってことも東電は知ってることです。そして風向きがどっちかも知ってることです。そしたら発電所長または東電社長のビラ、カッコ配布のビラ、こちらの方に流れてくるから皆さん逃げてくださいってやるのが当然だ、うんうん、そうしないでおいてね、なんかスピーディーをごちゃごちゃにしたやつが悪いんだなんて、うん、何言うんですか。それってことは分かってるので、その前に言うまで準備をして、で準備をしてね、放射能が流した時には当然のことながら東電の社員たちが、うん、各の地域に社長の名前での、または所長の名前での責任ある文書を配布して、ここから早く逃げてください。それで随分助かったと思うんですよ。ところがね、それをやったのはなんていうんですか、プロメテウス の罠でしたか、その中に書いてありますね、白装束 の従業員が
ここに危ない早く逃げろって言って歩いたって書いてあるわけです。で何それって聞きに行ったらもういなかったって書いてあるわけです。その人も慌てて自分も逃げなきゃいけないから、しかし自分だけ逃げることにやましさを覚えてね、こんなとこに行っちゃいかんのだって行って歩いたって、対馬ですかね、それはね、先ほどので、そういうような話があるんでしょう。それは東電の社長や所長がやるべきことですよ、うん、そしたらみんな逃げますよ、うん、白装束が何かわからないのが玄関口で大声で喋って中逃げろって言ってるみたいなのじゃみんなどうしていいか分かりますよね、うん、だからスピーディーのせいにするのは大反対です、うん、そのスピーディーも問題だけども、うん、しかしそんなことじゃなくて東電の責任こそ一番大きな問題だ、うん、すごく重要なところだ、はい、分かりました、はい、はい、分かりました。3号機一緒にしましょう、はいはい、前回の時にですね、ちょっと土田ゼミみたいにして少人数でっていう話でちょっと募集をした紙をお配りしたんですが、あれはちょっと 4,5 回と先までちょっと伸ばさせていただきます。もう少しこういう形で全体像を理解すると、これをあと数回続けて、で皆さんからも本当に意見いただくという形にして、その後に多少もう少し絞った人数で全面的にやろうというのがよろしくお願いします。それから今言われた今日話の中で、関西の大井の方は随分免震重要棟の大事さとか、弁当の時の放射能を取り除く装置等はかなり頑張って未来では大井の町には随分やってましたよね。僕らも何回か行きましたけど、そういう点で言うと運動が足りなかったと言われないんですが、現実としてはかなり頑張って、特に関西の人たちが何回も王朝に出会いをしてました。そういう運動が一応あったとは事実、ただもう少しもっと関西電力の王朝のみんなを揺る動かすとこまでは残念ながらいかなかったなという点はあると思います。あと今後の予定としては7月13日金曜日が官邸前構想ですね、再度大井原発3号機を停止せよ、それから16日が10万人候補です。ぜひ皆さんご参加ください。また次の標的になっているのは伊方原発です。大井の4号機も18日に動かすので、その時に大井への行動バスが出るかもしれません。それから伊方原発については8月19日に行動をします。そういう点でその時はまた皆さんに呼ばれます。また入り口では伊方や大井の行動への準備の看板もお願いしますので、もしご協力いただける方はよろしくお願いします。じゃあ以上で終わります。どうもありがとうございました。